今朝早く南魚沼市で70代の夫婦が熊に襲われました。2人は病院に運ばれましたが軽傷です。付近には熊とみられる足跡が残されていました。警察によりますと午前5時半前南魚沼市長崎の民家近くの畑で水をまいていた70代の男性が熊と取っ組み合いとなり顔や両腕などを引っかかれるなどして怪我をしました。さらに駆けつけた70代の妻も右腕などに怪我をしました。2人は病院に運ばれましたが軽傷です。熊は体長およそ1メートルでその場からいなくなったということです。南魚沼警察署などは近くの住民に注意を呼びかけています。